こんにちは。バーアカデミー堀秀夫です、えー。Amazon 輸出は稼げない。アカウント版、赤版について。まあ、Amazon からの戦力外通知、アカウント削除ですね。えー、これは、出品者が余っているアメリカや日本は厳しいです。また出品者が足りないオーストラリアは緩いと。オーストラリアでアカウント削除になった事例はないです。 サスペンド通知が来ても無事復活できてます一方アメリカや日本のサスペンド基準は厳しいとそして復活できないもう明らかに転売セドラーは不要になってるというのがね日本とアメリカの姿勢ですまあ新聞鑑定の際の要求書類も日本とアメリカは厳しくオーストラリアは緩いと 日本とアメリカアマゾンが要求する証拠書類はメーカーまたは卸からの仕入れ書類のみオーストラリアアマゾンが要求する証拠書類は、まあ、単に仕入れ書類、まあ、こういう点でも OK と、ねまあ、日本とアメリカアマゾンはメーカーまたは正規代理店以外のセラーは不要戦力外であるともう十分転売はいると、ねえー、メーカー直あるいは正規代理店がね え直でやるセラーだけ欲しい、まあ、そういったわけでね日本とアメリカアマゾンをこれから始めるのはお勧めできないですまた日本とアメリカアマゾンですでに稼いでる人も薄利多売はやめることと、ね、もうこれあのー、アカウントサスペンドそして削除になったらね、えー、売り上げが、えー、凍結される、ね、でしかも 永久凍結、いつ返すか、ねえー、言ってこない、あるいはもうそのまま没収しますというような通知の場合もあります。まあね、これ、しかも、これからホリデーシーズン入りますんで、売り上げがね、まあ、普通にやってれば、えー、平常時の3倍以上になります。普通の3倍以上になったところで、アカウントかサスペンドだのね、えー、凍結されたらメモ当てられないと。まあだからね、 十分、利益が取れてれば、まだね、サスペンドされるかもしれないけど、まあ、それまでに儲けようというのは正しい選択としてありえますけど、まあ、今、今ね、日本やアメリカでは利くり多売をやるのはもう、明らかに自殺行為、リスクに見合ったメリットはないです。またね、規約を守ってれば大丈夫などというのは都市伝説にすぎないです。 このね、能天気な情報を発信している人多いですけど、あるいはね、えー、うちならサポートして復活できますとか、まあ、甘いですね、もうすでに、えー、この提供、証拠の書類とかね、今、サスペンドになっている人のサスペンド理由なんかを見てみても、えー、転売はもう不要というのは間違いないわけですから、まあ、そこにね、メーカーになるわけでもなく、えー、で、メーカーから直接仕入れるわけでもなく、 で、正規代理店ではない、普通のね、転売の、えー、卸売という名の普通の転売の業者から仕入れてると。まあそんな商品をね、白衣多売で売って、まぁ、あ、いらないようは出品者なわけですから、代わりの出品者いくらでもいるよと。まあ、そんな出品者はね、えー、アメリカや日本ではもういらないと、ね、えー、いうことですんで、もう、いつサスペンドになってもおかしくない。で、サスペンドになったら、えー、復活できなくてもおかしくないと。 で復活サービスだなんだって言ってる方は、まあ多分文句言っても、まあイレギュラーな電話では、えー、責任持てませんということなんでしょうけど、まあ他に手段がないならともかくね、今、オーストラリアだったら、まあ、出品者足りなくて緩いと分かってるわけですし、まあ、これからもね市場は良くなっていくというのが分かってるわけですから、まあ今ね、えー、なぜアメリカや日本にこだわるのか、私には意味不明とね。ね 今始めるならオーストラリア,アマゾン。オーストラリアは日本人セラー歓迎です。ねえー、そんなわけで、まあ、アメリカ、ね、すでに稼げる人は、稼げてる人、ね、は、えー、まあ、これからホリデーシーズンですし、えー、辞める必要は全くないですけど、えー、利益率を落としてね、取引を増やそうというのはね、もう今全く割に合わなくなってますんで、オーストラリアか日本やってる方は、えー、十分儲かる商品だけを扱うと。 で儲かってるんであれば、可能であれば自分がメーカーになっちゃうかね、えー、メーカーになっちゃうかっていうか、メーカーになっといた方がいいですね。で、メーカーになるほど儲かってないよというんであれば、えー、儲かる商品だけあって、えー、徐々にね、軸、えー、足はオーストラリアに移すというのがおすすめです。まあ、アマゾンからの戦力外通知、赤番、ねえー、日本とアメリカについてはもう転売セラーはいらないと。 ねえー、いう形でもうはっきり見えてきてます。で、えー、今現在、ねえー、転売セラーをもっと増やしたい、転売でも設けられるという市場はね、えー、アマゾンの中ではオーストラリアだけなんで、まあ、アマゾンやっぱりね、稼ぎやすいと、やること楽だしね、えーまあ、気が向いた時だけちょろっとやってね、えー、かなり稼げるというのはやっぱアマゾン以外ないんで、まあ、そのスタイルを、えー、続けたいんであれば、もうこれはオーストラリア、アマゾン、覚えるしかないと。 形なんでね、えー、日本やアメリカ、契約を守っててもね、ね、えー、転売転売して、えー、メーカーでも代理店でもない限りは、えー、いつサスペンドになってもおかしくないというのをね、えー、念頭に置いて、えー、販売してください。また、まあ、商品、こういうのどうだろうとね、ねこういう状況ですというのがあればねお気軽にご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。